中の皆様、プリーチョーシー一枚の皆様、こんにちは。暮らしに憲法を生かす政権交代、誰もが置き去りにされない社会を、佐藤秀一。本日はプリーチョーシー駅前、あの1945年8月6日小説黒い雨の主人公静間重松が命からがら逃れて参った、この場所におきまして、訴えをさせていただきます。ご協力よろしくお願い申し上げます。皆さん、昨日は長崎原爆の日、そして6日は広島の原爆の日、安倍総理広島と長崎に来られました。しかし安倍総理が決して触れなかった大事な条約があります。核兵器禁止条約であります。出席した式典に出席した市長、知事、そして国連事務総長、その代理の中満泉さんという日本人の女性の事務次長の方ですが、核兵器禁止条約に触れていたのに対し、安倍総理は一言も触れませんでした。触れられるわけがないというのが本当でしょう。日本は核兵器禁止条約に交渉にすら参加をしなかった。本当にそのことは理解しがたい。長崎市長がおっしゃったのも当たり前であります。安倍総理たちの、自民党の人の口癖は、野党は対案がない、反対ばかりだと。しかし核兵器禁止条約について言えば、安倍総理自民党にこそ対案が全くないのではないでしょうか。核兵器国と非核兵器国の橋渡しをする、もっともらしいことをいつもおっしゃっておりますが、何か具体的にされたでしょうか。全く、そういう、努力をされたということは過分にして、聞きません。橋渡しをする、橋渡しをすると言って、単に、核兵器、禁止条約、これに、反対をし、正面切って、核保有国に核兵器廃絶を訴えられないというのが情けない実態ではないかと思います。言ってみれば、野球で言えばカープの尾形監督がジャイアンツを応援しますと、そんなことを言っているような状態が今の安倍総理の状態ではないでしょうか。唯一ではありませんが、世界最初の戦争被爆国日本が核兵器保有国に対してやめてくれと言わないでどこか言うんでしょうか。正確にはアルジェリアで、フランスがアルジェリア戦争中に核実験ということで名目で核兵器を実は使っているという話もありますので、唯一ではありませんが、世界最初の戦争被爆国が迫らなくてどこが迫るんですか。日本でさえ核兵器禁止積極的でないのであれば、俺たちが核を持って何が悪い、そんなことを朝鮮だってインドだってパキスタンだって、イスラエルあたりだって、そりゃそうやってしまいには開き直るんじゃないですか。日本が特に今すぐすべきことは、やはりしっかりと各地域での戦争状態正式に終わらせるということであります。戦争が
続いているところで、実を言うと核兵器問題が起きております。まあ、中東も、まあ、イラクの核疑惑も結局は、パレスチナ、まあ、中東紛争、イスラエルとアラブの対立というのが大元には背景にありました。今なおパレスチナ問題解決はしておりません。そしてインドとパキスタン、ここもやはり地上でも大軍が睨み合い、そういう状態が続いていた。そういった中で、核兵器、これが問題が起きた。朝鮮半島も同様です。朝鮮戦争というのは全く終わっていません。やはり朝鮮戦争、これを正式に法律的に終結をさせる、そこへ、持っていくと、まあ、各、国政府が努力をして持っていくと、そして、まあ、日本、韓国、朝鮮は、核を持たない。一方でアメリカ、中国、ロシアも絶対に核は使わないということを約束すると、北東アジア非核地帯を作っていくというのがまず目標になるのではないかと思います。まあ、トランプさんがいろいろ暴走気味の発言をしておられますが、まあ、日本としてはしっかり外交的に努力をしていくと、そのことが今大事ではないかと思います。そして2番目に佐川、国税庁長官という、方を皆さんご存知と思います。税金を取る、トップであります。安倍総理めぐるいわゆる森友学園疑惑事件、ここで書類はもう消去されました。まあ、そんなことを言っておられた方が7月5日付で国税庁長官に昇進をされました。そして結局就任の記者会見は開けずじまいに終わりました。記者会見を開けない長官、前代未聞ではありませんか。どんな大臣だって、どんな長官だって、普通は就任をしたら記者会見をする、これは常識であります。しかし記者会見もできなかった。それはできるわけありませんよね。森友学園問題での不透明な対応、これを追及されるに決まっているからであります。まあ、前代未聞、恥ずかしくて記者会見ができない国税庁長官、こんなことでいいんですか。まあ、そもそも国税庁長官というのはどんな権力者が相手でも、大金持ちや大きな会社が相手でも、公正公平に納めていただく税金は納めていただかないといけない、毅然たる態度を取らなければいけない、まあ、そういった役所であります。大昔は、まあ、金丸信という、まあ、この国の政治を全て牛耳ってたような男をとっ捕まえたのは国税庁でありました。金丸信に対しても遠慮せずにやった。まあ、本来これがあるべき姿でありますが、今の国税庁、特に佐川国税庁長官、そんなことが期待できるでしょうか。今や大金持ちや大手企業が違法ではないがせこい方法で税金を逃れているという実態もあります。そういった中で公正な税金の仕組み構築、そういったことが佐川国税庁長官にできるでしょうか。怪しいものであります。いろんな課題あります。皆さん方にも中にも確定申告の時
あの書類はない、この書類はないと言われて書類を突っ返された苦い思いで終わりの方多いと思います。あるいは学生さんでもお年寄りでも消費税は当然、たくさん払っているわけであります。その、税金の大元締めが、公正、公平に対応できない人物であるというのは、大変重大な、こと、この国の根幹に、関わる、問題であります。佐川、国税庁長官にはすぐお辞めいただきたい、そういった、署名活動がただいま行われております。佐川、国税庁長官罷免、そして署名ということでスマートフォンで検索をしていただければ出てくると思います。ネットでも署名ができます。8月14日集約でありますので、8月14日までにご署名をください。佐川国税庁長官を首にしていかなければなりません。そしてしっかりと森友学園問題、加計学園問題、こういった総理の私物化の問題、国政私物化の問題、解明をしていかなければなりません。籠池のおっさんは、逮捕されましたが、そもそも、本筋は、国政の私物化の問題です。8億円も国有地がなんで値引きされたか、そこの問題であります。籠池のおっさん逮捕でトカゲの尻尾切りにしてはいけない、このことを繰り返しお訴えしなければならないと思います。私佐藤秀一は、そして政権交代を野党と市民の共同で行い、憲法違反の法律、共謀罪、安保法、特定秘密保護法、こういったものは白紙に戻す、あるいは医療や、介護関係の法改悪、こういったものをやはり生存金という意味から言うと憲法違反でありますから白紙に戻すということを、お訴えしたいと思います。さらには、国家戦略、特区、要は総理のお友達、総理のお友達もの加計学園の関係者も出席して身内で物事を勝手に決めてしまうと、これが明らかになりました。まあ、地方で特色ある地域づくりというのは否定はしません。大いにやるべきです。しかしそうであるならば憲法95条に基づき、国会とそして住民投票ダブルチェックを経てやるべきだと思います。皆さんご存知かどうか分かりませんが、広島も実は日本で初めて特区のようなことをやったところです。長崎と並んで特区のようなことをやっております。1949年、広島平和記念都市、建設法、そして長崎の場合は国際文化都市、建設法、こういった法律を国会で作り住民投票で承認をされ、通しております。まあ、今の広島市そして長崎市があるのは、この法律のおかげであると言ってもいいでしょう。しかしそれは国会と、まあ、国民の代表とそして市民の住民投票ダブルチェックを経ていたからこそのものではありませんか。本当のことを言うと加計学園絡みの国家戦略特区、広島も区域内ですよ。皆さん知ってましたか。勝手に、こんなことを、県民に断りもなく、安倍総理たちはやっていたんですよ。本当に、勝手に、決めないでほしい。国会の承認も住民投票もなしに勝手にやるような、やりたい人だけで勝手に決めるような特区やめてほしい。憲法違反である、まあ、こういった法律も廃止をしていくということが、必要ではないかと思います。そしてまた忖度ばかりを生み出す、官僚、内閣人事局という仕組み、総理官邸で人事権を独占するということが背景にあると思います。やはり内閣人事局は一旦廃止をする、そして
国民のためにならない行動をするような、行政をするような官僚は各省庁の大臣が人事権を適切に行使していくということでいいのではないかと思います。総理という一人の人物に人事権を集中させる、今は、総理の側近の政治家どころか、なんと杉田、官房副長官という官僚、警察官僚ご出身の、方に人事権を握っている、まさに警察官僚が人事権を独裁的に握っている状態です。非常に危険だと思います。ぜひこういった状況も、法律も廃止をしていくと、内閣人事局は一旦廃止をしていくと、いうこともしていかなければならない。そして、選挙制度もやはりこの現行の小選挙区制度どうなんでしょうか。勢いのある政党の公認であれば必ず当選をしてしまうという状況では、例えば、本当に二重に結婚するような議員、広島におられますね。それから男性議員、そして埼玉の秘書に暴行を繰り返す女性議員、そういった議員、そういった議員が大量に製造されるという結果になる。やはり選挙制度も見直していかなければならないというふうに思うわけであります。ご通行中の皆様、そして古市橋駅前、商店街の皆様、暮らしに憲法を生かす政権交代、佐藤秀一で、ございます。そして総理のお友達の学校法人やあるいは原発を輸出する企業のために税金を大量に使う安倍総理たちの政治から権力の暴走を抑え、そして国民の暮らしに寄り添う、そういった政治へ政権交代をしていこうではありませんか。9月2日、14時から、安佐南区佐藤公民館におきまして広島3区市民連合、この広島3区で野党共闘を進め政権交代を進めていこうと、そういった市民団体、市民連合の結成総会を行います。ぜひ、皆さんご興味のある方は覗いていただければと思います。そして、政権交代を行い、暮らしに憲法を生かしていく、違憲の市民、違憲の法律は全て白紙に戻していく、そのことを繰り返し強くお訴え申し上げまして、暮らしに憲法を生かす政権交代、佐藤秀一、役人からヘルパーへ佐藤秀一、本日のこの古市橋駅前、1945年8月6日小説黒い雨の主人公静間重松のが命からがら逃れてまいったこの古市橋駅前におきます、ご挨拶を終わらせていただきます。最後までご協力誠にありがとうございました。